身投げされるのかえ。何だと。足なの底に行きたくば身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。足なの底はあっちじゃ。
旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び。それもかなりの手だれだ。おう。やっぱりか。ともあれ、助かったよ。ちとヘタこいちまってな。侍どもにしつこく追われて参ってたんだが、旦那がみんな黙らせてくれた。これはその礼さ。 お主と。はい。お主と九郎様の幻を見た。幻。ああ。九郎様は今はどこにいる？アシナの城。その天守近くで捕らわれとなっておいでです。ですが、城の門は閉じられています。そうか。 狼殿、よく参られました。手に入れた。血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、うん、足りるか。おそらくは これで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。ではまた。 どうした？ よどみのあふれで振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。 なんだと？ わしのことならあいにくとまともじゃないんでな。じゃが喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。
どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。速度者の中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ、無理です。この傷ではとても。 誰ですか？族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿。若様をお救いください。 これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。お主、若様の忍びじゃな。ああ。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしや。 旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここは足が先に見つけた場所でさ、様子をあさってくださ。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。 あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。